キャラクターと声優の人種を一致させなければ人種差別だという批判が海外で巻き起こっている件について見ていきたいと思います。まず取り上げるのはこちらのアニメ機動戦士ガンダム水星の魔女に登場する主人公のスレッタですね。スレッタは作中の設定上は水星人ということなんですが、見ての通り他のメインキャラクターが色白に描かれているのに対してスレッタはただ一人褐色肌なんですね。で、これが海外から見るとね、到底白人には見えないということで、海外版のキャストには白人声優が起用されると分かるや否や、一部界隈の方からなぜ肌の色に合わせて有色人種を起用しないんだと大批判が巻き起こったんですね。海外版の僕のヒーローアカデミアでミルクを演じている黒人声優さんもどうやらそういった考えをお持ちのようで、 SNS 上でこのように主張されているんですね。探せば簡単に多様な人材が見つけられる時代にもかかわらず、マイノリティの声優がアニメの極めて稀なマイノリティの主人公を演じられないのはとても残念だ、特にせっかくの同性愛の主人公だというのに、ということでね、いろいろ突っ込みどころ満載の主張なんですが、どうやら言いたいのはマイノリティのキャラクターはマイノリティ側の人間に演じる機会が与えられるべきだということのようです。ツッコミポイントとしてはあれですよね。まずスレッタは作中の設定上では水星人ということなので、もしこの主張に本当に沿う形で声優を起用すべきというのであれば、水星出身の方を探して連れてこなければならないということですよね。まあ、ファンタジー作品に現実を沿わせろというのであれば、当然そういった無理難題が生じます。そしてせっかくの同性愛の主人公だというのにと、この方言い添えているということで、おそらくね、同性愛者が声優を担当するべきだとそう主張したいんでしょうけど、この主張もね、アニメをちゃんと見ていればおかしいというのがわかりますよね。確かに物語の序盤ですでにね、スレッタとミオリネが婚約関係になるといったシーンが描かれているわけなんですが、しかしね、望んでそうなったわけではなく、成り行き上そうなったといった描かれ方がされていますからね。スレッタ自身も同性婚には困惑する様子がきちんと描かれています。なのでスレッタが同性愛者だという主張自体がね、間違っていることになりますね。ということで海外ではね、こういった主張に対してこのようなツッコミが寄せられるんですね。文句言ってるけど、君たちどうせアニメ見ないでしょ。肌の色気にしてる方がむしろ差別じゃないのか。キャラの人種がそれほど大事なら、日本人キャラを演じるアメリカ人は全員差別主義者ってことになるよな。などといったね、ツッコミの数々が海外のアニメファンからは寄せられてしまっていました。ちなみにマイノリティのキャラクターはマイノリティの声優が演じるべきと主張された黒人声優さんが、現在担当されているこちらのキャラクター、僕のヒーローアカデミアのミルコも、実際にはキャラクターの設定を見てみると、広島県出身のただの褐色肌の日本人なんですよね。ちなみに同じ問題がいじらないで長トロさんというアニメ作品でも起こっていて、こちらは一部界隈の方たちからの批判を織り込んだのか、黒人声優の方が配役されているんですね。でももしマイノリティのキャラクターはマイノリティの声優が演じるべきといった主張を押し通すのであれば、厳密にはね、明らかに長トロさんについてもただの褐色肌の日本人女性ですからね。であるならばアジア系もしくは日系の声優を起用すべきなんじゃないのかとも言えてしまいますよね。そういったことを一切勘案せずに、単に肌の色だけを見てね、これは黒人だ、だから黒人声優を配役すべきだといった主張を押し通そうとしているわけですからね。むしろそれこそ差別じゃないのかと言いたくなってしまいますよね。しかしこういった批判の声は後を絶たないということで、例えばこちら戦国無双5といったゲームにおいてもね、黒人キャラであるヤスケに白人声優を起用すると、これまたなぜ黒人キャラに白人声優を当てがうんだといった批判の声が殺到したと言います。特にアメリカではこういった声が非常に顕著ということで、実際に黒人キャラに声を当てていた白人声優の方が降板するといった事例が多々見られるんですね。アナと雪の女王でアナ役を務めた人気女優のクリスティン・ベルさんは、セントラルパークというアニメでモリーという白人と黒人の混血のキャラクターを演じていたそうなんですが、こちらもこういった声が声高となったためか降板してしまったんですね。ファミリーガイという作品では約20年にもわたって白人声優のマイク・ヘンリーさんがクリーブランド・ブラウンという黒人キャラクターの声を担当されてきたんですが、こちらもね、同じく降板してしまいました。というようにね、アメリカではこういった運動が盛んに行われた結果、実際に有色人種のキャラクターの声は有色人種が担うべきだといった意見が広まりつつあるんですね。それがこの動画でも見てきたようにね、海外のアニメ作品だけではなく、日本のアニメ作品の海外版にも及んでいるということですよね。実際ギルティギアストライブという日本のゲーム作品においても、ラムレザルというキャラクターを白人声優の方が担当予定だったんですが、黒人声優の方に変更になるといった事案も起こっているんですね。もうここまで来るとね、本当にポリコレへの行き過ぎた配慮ということ
葉がしっくりと来てしまうわけなんですが、海外でもね、こういったキャストの変更やキャスト選択には不満を抱えている方も多くいらっしゃるようですね。声優は人種ではなく能力で選ばれるべきでは。この理屈で言うと、逆に黒人の声優は黒人の役にしか声が当てられないわけで、逆に仕事の幅が狭くなるんじゃないの。ポリコレも行き着くところまで行ったと思ってたが、アニメキャラの声優にまで適用し始めるとか本当に呆れるといった声が寄せられていました。アニメのキャラクターや世界観を一切無視して肌の色だけで決めつけているわけですからね。これはもうむしろ差別じゃないのかと再三言いたくなりますよね。以上、ご視聴ありがとうございました。